JR 広島駅北口のイベントスペースには開始前から100人の行列ができました。駅弁祭りでは中国地方を中心に全国の駅弁34種類が販売されています。いろいろ買ったんですけど、これがなんか一番買いたかったものです。新しいコンテナ弁当、行ったことない地域の弁当も売ってあるので、そこがなんか一堂に会して1回の買い物で買えれるのはいいかなと思う。江ノ電の弁当なんか器が可愛かったんで、その時の美味しいものを詰め込んで、なんか常温でも美味しいから。牛タン弁当結構駅弁楽しみにしてました。めっちゃ楽しみにしてましたこの県でも食べれるじゃないですか、行かないでも。すごいいいと思います。カニ尽くしと迷いました。私が好きな柿の葉寿司を買いました。普段なかなか買えないので、この機会に買おうかなと思って今日買いました。ここにこの新幹線のお弁当と、子供も乗り物が好きなんで、さっき喜んでくれてたんで。こちらは北海道森駅のイカ飯。イカ丸々1匹の中に甘辛く味付けしたご飯が詰め込まれています。京都駅からは近江牛を秘伝のタレで煮込んだすき焼き弁当が並びました。鳥取駅からは牛のしぐれ煮が入ったゲゲゲの鬼太郎丼。食べ終わった後もキャラクターが描かれた有田焼の茶碗を楽しめます。広島からは広島駅弁当の5種類が並んでいます。こちらサミットに合わせ、広島牛や牡蠣など広島の食材を集めたよりどり弁当。明治30年代後半のレシピを使って再現した広島上等弁当です。そして広島駅の厨房で調理したカツアナゴ飯です。駅弁は鉄道の文化とともに育ってきました。鉄道の食の文化、こちらを感じていただき、旅の楽しみを味わっていただきたいと思います。4月10日は駅弁の日。弁当の弁の文字が数字の4と漢数字の10の組み合わせで、さらに弁当の塔も10日に当たるからです。今年の駅弁祭りは駅弁の日制定30周年を記念して、駅弁や観光列車の歴史を紹介するパネルも展示されています。イベントは広島駅北口であさってまで開かれ、3日間で駅弁7100食分が販売されます。